こんにちは、南坂テニススクール横尾です。今日はスマッシュをやってみたいと思います。今日意識していただくポイントは、ちょっと左手ですね、できるだけボールが上がったら横向きを作って、左手でこうラケットをちょっと体の前を通して持ち上げていくような形を一回作ってもらって、そこからまずは左手がしっかりと上に伸びることですね。でこの形ですね、こう左手が伸びてて伸びてるっていう形をですね、とにかく胸部が上がったらさっと作れるように、まあ、そこだけちょっと意識しながらやってみましょう。お願いします。まず胸部が上がった横向きと左手ですね、そこだけ意識しながらお願いします。横向き、体の前からですね、お願いします。体の前から、これがあまり左手が低くなると結構スイングも低くなりやすいんで、左手を伸ばしてその左手よりも高いところで取るような意識でぜひちょっとやってみてください。お願いします。